驚愕、三党の支援が裏目に、蓮舫氏の敗北の真相。共産党の支援が、蓮舫氏の、都知事選敗北の主要な原因となり、立憲民主党にとって、大きな打撃となりました。共産党との連携は、表面的には、有効に見えたかもしれませんが、実際には、無党派層や保守層に悪影響を与えました。共産党の小池書記局長が、意味のない戦いではなかったと述べたように、共産党内部では、今回の選挙を前向きに捉えていますが、その見解は、必ずしも有権者の反応と一致していません。選挙期間中、蓮舫氏は、共産党と連携し、市民との協働を強調しました。しかし、街頭演説では、立憲と共産の幹部が並び立ち、その姿が、有権者に政党間の打算的な連携と移り、不信感を抱かせました。また、自民党が、小池百合子氏を、水面下で支援する中で、蓮舫氏の批判が、十分に響かなかったことも敗因の一つです。さらに、共産党との連携が、裏目に出たことで、多くの無党派層が、蓮舫氏から離れたと考えられます。共産党との連携が、蓮舫氏の敗北の一因となり、立憲民主党にとって、大きな試練となりました。今後、立憲民主党は、共産党との連携を再考し、無党派層や保守層へのアプローチを、見直す必要があります。あなたは、この結果についてどう感じますか？